はい、皆さんこんにちは、私立松ヶ瀬学園松ヶ瀬です。今日はですね、先日のライブ配信の時にですね、さばいた鮭から取り出した筋子をですね、こちらをイクラの醤油漬けを作っていこうかなと思っています。で、今回ですね、そんなに材料もないので、まあただただ工程がめんどくさいっていうか、はい、手間がかかるので、まあそこのところはね、ちょっと省いていこうかなとは思うんですけど、ちょっとだけ時間はかかるので、家庭で作るときはちょっとね、時間かかるのを覚悟して、はい、やってみてください。それでは早速作っていきましょう。はい、それではですね、本日の材料ですね、こちら生筋子、こちら取り出したやつ、粒が大きくて非常にいい個体ですね、こちらは。はい、こちらがね、測ったところ大体 800g ぐらいありました。で、ですね、使う材料っていうか、みりんと、味付けですね、醤油。それに、こちらですね、お酒に、昨日の夜から、昆布をつけて、作ってまして、こちらそのまま使います。こちらと、あと、カツオですね。はい、カツオ節。こちら、出汁を取るようですね。はい、これにあと、まあ、塩を、使うんですけど、塩に関しては結構な量使うと思いますので、結構多めに用意していただけると大丈夫かなと思います。はい、それでは早速やっていきます。はい、それでは早速、漬け汁ですね、こちら作っていくんですけど、分量的には酒が 1.5、醤油が1、みりんが 0.5、 この割合でいこうと思います。で、最初に、醤油以外、みりんとお酒ですね。こちらを火にかけてアルコール飛ばしますので。はい。これに。みりん100ですね。はい。で、これをまず火にかけます。まあ、これ火にかけてアルコール。こんな感じ。アルコールを飛ばします。アルコールを飛ばした、酒とみりん、こちらに醤油を混ぜましょう。混ぜるっていうか加える。はい。醤油の割合が1なので200かな。そうだね、200だね。はい、ここに醤油を200加えます。で、あらかたこれで完成なんですけど、最後にここにカツオですね、カツオを入れて、カツオの出汁を出します。で、めんどくさい人は、この出汁の部分、昆布とか、カツオとか、もう白出汁で代用できるので、そちらの方を使っていただいたら、非常に簡単にできると思います。僕は全部家にあったので使いますけど、結構多めにね、ここでカツオさんを、はい、入れちゃってください。どのぐらいって言われるとすごい困るな。今の量だと手づかみで2回ぐらい。分量は測ってとかじゃなくて感覚になっちゃうんだよな、俺は。なんかもう何回もやってっていう感じだから。これで、ちょっと熱が取れるまでこのまま冷ましておきます。あとで、カツオだけ取り出して、全部ね、綺麗にしたいものを漬け込みます。次はイクラですね。はい、それでは、次は、筋子をお湯でばらしていきます。で、お湯がですね、だいたい温度が60度から、70度の間でやります。で、お湯の量に対して 3% の塩。なので、今回1リットルのお湯を入れるので、基本的には 30g ですね。はい。塩、結構塩多いんで、30g。まあ、これは目分量で全然大丈夫です。気になる方は測ってください。はいはい、これで OK です。で、ここにお湯を加えます。で、お湯を入れるとですね、最初結構白くなったりするんで、大丈夫とか思う方いるかもしれないですけど、気にせず、後でつけたらちゃんと綺麗なオレンジ色に戻りますんで。はい。
このぐらいじゃ全然、こういう、っていうか、筋子に火入りませんね。はい、こんな感じですね。で、菜箸とかで混ぜていきます。これね、結構、皮ね、皮。これね、お湯で入れることによって、その膜がついてるんですけど、その膜がギューって縮むんですよね。はい。で、剥がれやすくなると。本当はね、これ手突っ込んでいきたいんですけど、今多分ね、入れたら火傷するんですよね、これね。なので、慎重に、ちょっとずついきます。本当はね、ガーっていきたいんだけど。もっと大きいボールとかがあったらね、できるんですけどね。家にあったサイズがもう、一番大きいのでこのサイズだったんで。ちょっと今回のね、量がね、これ2回に分けてもよかったかなって感じですね。このぐらい大きいと。うわぁ、すごいね。これ、本当当たりだなぁ。これわかります？このマークです。この、こいつが、こいつを全部剥がそうってことなんですよ。要するに。で、いくらをほぐしていく。あち、あち、あち。70度甘く見すぎると。やけどするな。まあ、これでも少し温度もう下がってるはずなんで、本当はここにね、もうちょい足したいんですけどね。よし。ちょっと捨てまーす。本当はこれ、菜箸とかでガーって混ぜると、この膜だけ。綺麗に取れるんですけど、今それガーって混ぜると、多分大変なことになるんですよね。この辺一体がね、なので、ちょっと今少しずつ綺麗にしていきます。この、要するにこの作業バラすのと、この膜とか筋とか、これを綺麗に外す作業なんで、うん、これでもうだいぶほどけてきました。じゃあ一回お湯捨てて、取り替えます。いくらだけ救出して、この筋を全部取り除く。家庭でやって食べるんだったら、ほんとね、ある程度でいいと思うんですけど、もう売れ物だったら別なんですけどね。家で食べるだけだったら、ちょっとしたぐらいのものだったら残しても全然大丈夫だと思うんですけど、僕気になるんです。すごい取っちゃうんですよね。大きい膜は大体取れたかな。はい、じゃあ一旦イクラの掃除はこれで完了で、まあだいぶね、これ白くなったんですけど、これつけたらすぐ色で、ね、発色して、綺麗なオレンジ色に戻るんで、ここは大丈夫です。なので次、さっきね、作った漬け地を、今度は、カツオこして、ここに漬け込みたいと思います。はい。それでは、あとは、この出来上がった漬け汁をイクラに漬けていく。これで完成になります。あとね、冷蔵庫で、そうですね、1日から2日間ぐらいですかね、時間を置いて、卵にこの汁をね、吸わせるとパンパンのイクラが出来上がりますので。それでは、やりましょう。これね、入れると、色がふわーってね、変わるんですよ。この白っぽいところが、汁を吸って、綺麗な色になります。はい、じゃあ入れますね。ああ、もうすごいですね。もう綺麗なイクラになってる。もうね、なんか、もうすでに美味しそうだもんな、これで。
はい。というわけで、一旦こんな感じで、出来上がりましたので、冷蔵庫に入れて、そうですね。まあ、1日はつけましょう。はい。それではラップをして、冷蔵庫で休ませまーす。はい。それではまた、1日後にお会いしましょう。よし。OK。はい。それではですね、あれから丸1日、はい、経ちましたので、そろそろ漬け込みも完了してるんではないかということで、早速冷蔵庫から取り出して実食してみましょう。はい、それでは漬け込みですね。もう、すごいんじゃないですかね。めちゃめちゃ綺麗な、もう宝石みたいになってますね。はい。まあこれ、絶対うまいやつなんで、ちょっとご飯で、まあイクラ丼ですね。はい。やっちゃいましょう。こちらあったかい炊きたてのご飯に、イクラをかけて盛り付けですね。はい。これ贅沢だね、これは。もう一発ぐらいいっちゃおう。もう白いご飯がね、隠れるぐらい。はい。いやー、もうこれ完璧ですね。はい。勝ちです。もう、これだけで。はい。じゃあ、ちょっと上にね、海苔を添えて。海苔は立てるよ。いいんじゃないでしょうか。はい。それでは、イクラ丼の完成になります。はい。それでは完成したものをちょっと実食してみましょう。はい。まあ、これはね、でもね、もう実食しなくても、もうね、うまいんですよ。これすごいですね。キラキラ宝石みたいな感じなんで。はい。漬け込みうまくいきましたね。すごい。今回はまあ大成功ですね。で、まあ、鮭が一匹、まあライブの時さばいたやつ。はい。あれはまあネットで注文したんですけど、1万円ちょっとだったかな。でも中に入ってたね、この生筋子が 800g。はい。測ったら 800g ぐらいあったんですよ。で、800g の生筋子ってね、普通に買うと、だいたい1万5千円とか、1万円から1万5千円ぐらいしちゃうんで、すごいお得感しかないですね。超大当たりでしたね、今回は。はい、じゃあちょっと行ってみましょう。これはね、もういくら贅沢にかけたんで、美味しいのは間違いないです。パンパンですね。めちゃめちゃ漬け汁を吸ってるんで、1日置いたんで、味もちょうどいいですし、これはね、めちゃめちゃご飯泥棒ですね。はい。すごい。パワーがするですね、これ。これならね、なんかね、痛風になってもいいなって感じですよね。ほんと。毎年これ作ってるんですけど、毎年美味しいもんな。やば。粒がね、今回しかも当たりですごい大きかったんで、噛んだ時のあの、プチッっていう、潰れた時に出てくるね、あの、漬け汁っていうんですけど、その汁の量がすごいんで、味がすごいですね。濃いです。めちゃめちゃうまい。はい、それでは本日の動画は以上となります。はい、今回の動画面白かったという方は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。Twitter と Instagram もやってますので、そちらの登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではさよなら、バイバイ。これで、もう大丈夫でしょう。なんかアルコール随分長いな。普通すぐ消えるんだけどね。